嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。だったったざっかい。おーい、待って、めっちゃ新しいやつ。待ってさすがにこれはふざけすぎだわ。テロップ入れて大体わかんだろ。うわ、ひどい。今日は都市伝説博士さんに来てた。なんで本当なんだよ。フルネームで本バカか、お前は。P 入れてさ、なんか入れときゃいいやん。もうだから編集に任せすぎなんだ今日。時代遡ること昭和50年代の話。石炭がよく取れる鉱山があってね、その鉱山がある村、結構豊かな村だったのよ、よく取れるっつって。ああ、もう石炭が取れなくなって、この山が撤廃撤廃っていうか、もうどんどんやめってなって、そっからこの村どん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 廃れていったの。村が金持ちじゃなくなっていったと。そうそうそう、お金がなったと。こんな感じの背景がまずありまして、ある男が農作、何してんのさっき。サイズぴったしなんですよ。どうでもいいみたいな。行くよ、行くよ。うん。あ、ほんとだ、すげえ。ぴったし。どうでもいいんだ。どうでもいいんだ。どうでも、俺の話興味なしか。ある男が農作業中に誤って芝刈り機で足を切断してしまったの。ああ、よくある話だね。めっちゃ言ってやつだ。まあここまでは別にそんな珍しくないじゃないですか、言うて。まあ偶然でもね、たまにはある。たまにはね、そういうこともありますよ。でもなぜかこれを機に手足を切断してしまったという事故がものすごく増えた。手を切ってしまったり、片目なくなったり、片耳なくなったり、そういう村人だらけ。バカなのそいつ。隣の村の人とかは何かのたたりだと、そういう噂があったのよ。はいはい、そんな村なんですけど、炭鉱夫という、まあ、炭をよく取る人、彼らがその毎日落とす金で、まあ、裕福だったんだけど、まあ、その廃坑になってしまったから貧しくなって、国から一時的に金をもらってたのよ。だから言うほどそんなね、貧しい暮らしはしてなかったって言われている。でプラスその炭鉱夫がその退職になっちゃったから、退職金っていうの、その金ももらったおかげで、もうなんなら全然裕福な暮らしをしていたのよ。例えば家を買ったりとか、家族総出で、あんべんペタってするな、ペタって。この人たちも仕事もろくにつかずに金を使いすぎたせいで、金はすぐなくなってしまった。そんな時にこのたたりが起きたと言われています。もう勘のいい人は気づいたんじゃないですか。わからん。大輝、何が起きたと思う？芝刈り機買いすぎた。間違えた。芝刈り機じゃねえ。アホすぎない？なんとですよ、自分の指をわざと切って、その保険金を得ていたんです。保険金詐欺みたいな。そう、保険金詐欺です。この村、指切り村って言われています。何県ですか？福岡県です。妖怪みたいなのがもうワンサがいるんだ。まあもう言い方悪いけど、そういうことだよね。指切り村出身です。違います。違います。はい、待って、ツアーめっちゃ飛んでる。今嫌なんだけど、マジで。今それヘドロだよ。キモ。例として、ある一人はその斧で左手の人差し指をバッて切って、これで約400万得たって言われています。そうなんです。400万も400万も得た。バカなのか。こんな高額やられたってやらないでしょ、普通に。なんでその真顔なんだよ。またさらに何が怖いかって言ったら、グループとして犯行を行っていたの。例えば、うん、指切る役の人とか、お前指切れって勧告する人とか、そういうのがなんか組織としてあったって。やらしたの一人じゃん。そう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 。自分でやれよ、みんな。まあそれは嫌なんじゃない。あ、まあそう。クズじゃん。まあだからこれ、おそらく本当に事故で切断してしまった人が想像以上になんか保険の金を受け取れたことを見て、これ意外といけるなってことで、多分まあそれしかなかったんだね。しめしめと思ったんだよ、しめしめってね。福岡県行ってさ、指とかない人って指切り村出身ってこと？え、まだいるの、指切り村の生き残りとか。いやでも警察に報告されてもう逮捕とかされてるから、さすがにいないとは思う。テレビのニュース番組とか新聞でも取り上げられてたから、この話は。だからもう都市伝説というよりかはもうほぼ事実だ。そうだね、もうほぼじゃねえし、ほぼてかもう事実だ。本当にあった怖い話。だから皆さんもね、お金の使いすぎにはご注意をということで。信じるか信じないかはあなた次第です。まああなた、もう服買いすぎて袋から開けてないやつ、自分のって分かってなかった。お前じゃん、使いすぎるやつ。お前じゃん、指切り村真っ白。今日はってその辺になんか赤いパンツあって、誰のみたいな。
そしたらなんか誰のだろうみたいなの出てて俺一緒に買いに行ったんやお前のじゃんっつったら服買いすぎて忘れてたわお前さあずっとそこになんか、うん、わけわかんない服あるから俺も誰のだろうなってずっと思ってたマジで指切り村行ってこともう一回言ってかこんなヤバい話があったんだとねびっくりした方チャンネル登録高評価よろしくお願いしますお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう誰誰が最初から最後まで雑